ボッケラジオスタートさせていただきました。さあ、ボッケラジオ内でやっております、オープニングトーク内でやっておりますボッケ大喜利のお時間でございます。まずお題から、お題こちらでございます。はい、 HSP って何の略、最近話題になってるみたいでございますけれどもね、 HSP って何の略でございます。はい、なんでしょうね、よくYouTube なんか見てるとね、CM で流れてくるんですけど、僕だけですかね、もしかしたら皆さんには流れてないのかもしれないですけれども、 HSP ではございませんかみたいな、人のことが気になってしまう、そんな悩みのお持ちの方、 HSP をご存知でしょうかみたいなね、ことをね、 CM でよく流れてるのを岡崎が拝見するんですけど、皆さんどうですかね、流れますか YouTube の CM とかで。はい、HSP ね、実際どういう略かというと、HSP は、ハイリーセンシティブパーソン。ハイリーセンシティブパーソンということで、すごい繊細な方でございますね。詳しくは、視覚や聴覚などの感覚が敏感で、刺激を受けやすいという特性を生まれつき持っている人のことということでね。なんかちょっと岡崎の思ってる HSP と違うんですけど、視覚とか聴覚がすごい感覚が敏感な方、のことを HSP というみたいですけどもね、岡崎のイメージで言うと、HSP ってすごい心の優しい方で、人のことがすごく気になってしまう。その人のことによって、人のその動きによって、自分の心がすごい刺激されてしまうという、それが HSP なのかなと思ってましたけれども、実際はちょっと違うんですかね。はい。ということでね、ボッケ大喜利させていただきましょう。HSP って何の略ということでね、この大喜利をお答えいただくんでございますけども、ラジオでございますけどね、このボッケラジオですね、収録番組でございますんでね、今最高の回答をね、思いついた方すいません、私のところにちょっと届きませんので、前もってツイッターで募集かけてますんで、大喜利に関して HSP って何の略とかね、この大喜利をお題出してますんで、ツイッターの方でお答えいただければなと思います。もしくは配信アプリの、ワンセブンライブ、こちらの方でね、生配信やってますんで、そちらで回答いただいてもいいかなと思うんでございますけれどもね、ワンセブンライブの方はいつやるかっていうのはちょっと告知してませんので、たまたま見かけた方はですね、ご参加いただければなと思っております。今回のお題は HSP って何の略ということで、こちらの回答いただいた方に関してですね、私が独断と偏見でボッケ、これ1ボッケでございますね、1ボッケであったり3つだと3ボッケということでね、2つだと2ボッケということでね、このボッケの数を競い合う、月間でボッケの数が多い方は MVP ということでね、商品をお送りさせていただくというね、そういうことがボッケ大喜利でございますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、ボッケ大喜利いきましょう。回答の方読んでいきますよ。さあ、ワンセブンライブ来てるかな。さあ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 、ワンセブンライブから、はい、みえさんの回答いきましょう。星になったのか、 会えたかい。はい、みえさんの回答いきましょう。 HSP って何の略、ハイスピードパーキング。ボッケボッケボッケ、スリボケでございます。ありがとうございます。みえさんの回答、スリボケでございます。はい、ハイスピードパーキングでございます。パーキングってね、駐車場ですね。すごいスピードで止めてるってことですか。危ないですね。はい。まあ、パーキングね。あんまり、パーキング内では、スピード落として、事故が多発しておりますみたいなことをね、私、カーレンタルのね、タイムズカーシェアっていうのをね、よく使ってますけどね、そのナビでよく流れてますけど、スピード出すなよ、駐車場でって、よく言われちゃうんですけれどもね。はい。ハイスピードパーキング、大変危険でございます。やめてください。さあ行きましょう。ツイッターからプッチョアーンさんの回答でございますね。プッチョアーンさん、ちょっと、プッチョアーンさん、毎週ありがとうございます。さあ、HSP って何の略？偏屈すぎるパパ。偏屈すぎるパパ。H、偏屈すぎる S、パパ。P ってことでね、ありがとうございます。
最近のパパはそんなに偏屈じゃないんじゃないですか。ちょっとわからないですけど、最近のパパさんは何でしょうね、ちょっとそんなに偏屈じゃないイメージあります。昔のね、親父と呼ばれた世代ですか、そのあたりはすごい偏屈な方が多いような気がするんですけどね。はい、まあ、勝手なイメージでございます。さあ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 、行きましょう。さあ行きましょう。みえさんの回答でございます。 HSP って何の略？ハイスピードパトカー。どこだ？スルボケです。それはね、普通ですよね。だからあの、だいたいもうパトカーを見かけるときね、まあ、通報があったパトカーを見かける、あのサイレンが鳴ってるパトカーを見かけると、まあ、だいたいスピードを出してますんで、ハイスピードパトカーじゃないかなと思いますけどもね。さあ、プチャンさんの回答、ツイッターからプチャンさんの回答いきましょう。 HSP って何の略？平成ピーブ、平成生まれの人々ということで。スレボケでございます。平成ということでね、平成ジャンプってありますけど、平成をね、 H と S で分けてるわけでございますね。 H と S で分けてピーポーということでね、平成生まれの、最近はね、もう平成が始まってから35年ぐらい経ってますかね。だから35歳ぐらいの人も平成生まれということでございますけどもね。35歳は平成じゃないか、32、3歳かな、平成ですよね。32、3歳までの人は平成だと思います。さあ、またみえさんの回答でございます。いきましょう。 HSP って何の略？林家翔パーコ。何ですか翔って。ボボボッケボボボッケ、つぼけです。何ですか林家翔パーコって。林家何でしたっけ。パー、ペーさんとパーコさんですね。ペイさんとパルコさんでございますね、本来はね。さあ行きましょう。プチャンさんの回答、 HSP って何の略？ハンドソープポンプ。普通に売ってる商品ね。するわけです。ハンドソープのね、最近はね、もう最近というか、もう普通か、ポンプ式のね、この押すタイプのやつを、手洗い石鹸ハンドソープポンプと来てますから、スリボッケでもなかったかな。普通の英語だった気がするけど。さあ行きましょう。お、ヤスローさんありがとうございます。ヤスローさんの回答いきましょう。 HSP って何の略？ほなさっさとボコる。ポコるや。ボボ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 ボポコルでございました。ポコルって何？ポコル、ごめん、あの、すみません、あの、ボコルは分かります。ボコルはボコボコにするってことだと思うんですけど、ポコルって何でしょうね。ポコポコにするってことですか。どういうことでしょう。はい、まあ配信アプリのことかもしれませんけども、はい。さあ行きましょう。どうでしょう。ヨッキョンさんの回答、ツイッターからヨッキョンさんの回答ありがとうございます。ヨッキョンさんの回答、 HSP って何の略？ヘをするときはスカシッペをするプロです。それだけでございます。スカシッペのプロ、そうですね、スカシッペされてますか皆さん。まあ、たまたまスカシッペになるとき以外はあんまりスカシッペってのはしないんですけれどもね、もう勢いよくやっちゃうタイプの人間でございますんでね。はい、スカシッペはそれプロ、まあ迷惑な話でございますけどね。スカシッペでされてしまうと、誰かわからないんですけどね。ヤスローさん、昔 NSP という3人組の素晴らしいフォークグループがいました。あ、そうなんですね。 NSP ってあれ、あの人ジュリーとかいるグループですかね。違うかな。違ったらすいません。フォークグループ、その70年代のグループで、ジュリーとか、あとあの人、俳優さんのね、ちょっと前に亡くなられた方、違うかな、英語3文字でありましたよね、フォークグループね。はい、NSP。 さあ行きましょう。
続いてからプチャンさんの回答いきましょう。 HSP って何の略？ホスピタル、病院。全然略でも何でもない。ホスピタルね、ホスピタルの H、 ホスの S、 ピタルの P ってことでね、ホスピタルの略ということで書いていただきましたけどね。はい、告知旋回、何の告知でしょうか、ちょっと分からないですけど、さあさあ行きましょう。安田さんの回答でございます。ワンサブライブから安田さんの回答、 HSP って何の略？へえ、さあな、パクってへんで、ゴッケゴッケゴッケ、言い訳でございます。あの泥棒の言い訳でございますね。泥棒の言い訳、なんかまあパクったやろということでね、何か盗んだやろということで言われたけれども、違うということでね、何の音だこれは。はい、さあ行きましょう。何の音、ほんまにさっきの P は、空気清浄機かな。さあ行きましょう。ちょっと怖いな、何の音か分かりませんけれども、さあ行きましょう。ツイッターからプチャーさんの回答、 HSP って何の略？ホットスパ、コンビニ、ホットスパ、コンビニ、何かコンビニってホットスパ、ボケワンボケでございます。ホットスパね、ホットスパって何、ホットスパってなんかマッサージ的なやつかな。スパからあ行ったすいません、ホットスパって聞いたことあるけど行ったことないんで何かよく分かってないんですけどね。さあ行きましょう、安田さんの回答。はい、ツイッター、ツイッターじゃワンセブンライブから安田さんの回答、ヘラヘラスリスリパクパク、つぼけでございます。何ですかそれ、ヘラヘラしててスリスリしててパクパクして、何ですかこれは。ちょっといやらしい表現な感じがしますけれどもね。さあ行きましょう。ツイッターからプチュアさんの回答、 HSP って何の略？ハイレグスペシャルパンツ、ボケボケボケ。そんなの履いてる人いるんですか、ハイレグのスペシャルなパンツ。はい、ちょっとよくわからない、どんなものかあんまり想像つかないですけどね。さあミエさんの回答、 HSP って何の略？ハイスピードパンツ、何ですかこれ、すごいけです。ハイスピードのパンツ、パンツですよね、どういうことでしょうね、パンツを履くと速くなる、何が速くなるのかよくわからないですけどさあ、プチュアさんツイッターから、あ、プチュアさんでツイッターの方は最後の回答ということでこの辺で締め切りとさせていただきましょう。プチュアさんの回答いきましょう。 HSP って何の略？ハイソサイティーピーポー、上流社会の人々と、するわけでございます。ハイソサイティーピーポーということでね、上流社会ということでね、まあ岡崎は下流社会の人でございますけれども、はい、上流はどんな生活をされてるんでしょうね。ポコルはボコルより優しい、あ、そうなんですか、そんなポコルって言葉があるんですね、ちょっと分からなかったですけれどもね。はい、さあ行きましょう。みえさんの回答、 HSP って何の略？ハミング、ソフラン、プロ仕上げ。ハミング、ハミング、ハミングってあ柔軟剤か、ソフランもプロ仕上げ、あ、プロ仕上げになるってこと、ゴッケゴッケ。ちょっとよく分からないですけど、ハミングとかソフランの柔軟剤を使うとプロ仕上げになるということですかね。さあ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 、なんか安尾さんがどんどん回答いただいてますけど、安尾さんの回答いきましょう。 HSP って何の略？ヘニャーパコンシュル、ちょっと何かわからない、ワンボケでございます。はい、さあラスト、安尾さんの回答でございます。 HSP って何の略？林さんすいません、プリスリボケでございます。何かわからんけどスリボケにしときましょう。林さんって誰？すみません、プリって全然もう謝ってないよね、また来てるし。いや、そうそう、ヘイシスタープリリンってもうよくわからないのワンボケでございます。さあということで締め切りとさせていただきましょう。さあボケラジオですね、今週の
今週どんな感じでしょうね。さあ今週の MVP は第3位みえさんでございます。さあということでね、第2位はやすろうさんでございます。そして第1位はぶっちゃんさんでございます。ということでボッケラジオスタートです。どうも、シンガーソングライター岡崎翔です。今週のボッケラジオいかがだったでしょうか。ということでね、もう8月ラスト、もしかしたらラジオ局さんによってはもう9月入ってるところもあるかとは思うんですけれども、今週のねボッケ大喜利の、はい、こちらね、結果を発表させていただきます。今週そうですね、今週はね、今月8月の MVP 第3位はやすろうさんでございます。第2位みえさん、そして第1位はぷっちょあんさんでございます。はい、ということになっております。はい、今月はですねぷっちょあんさんが第1位 MVP 第1位となっておりましたということでございまして、また来週もボッケラジオよろしくお願いします。それじゃバイバーイ。